第二次世界大戦の対戦車兵器ベスト5世界編。第二次世界大戦は人類がこれまで経験したことがない大規模な戦いだったと同時に、さまざまな兵器が進化した戦争でした。とりわけ陸戦の主役というべき戦車の発達は目覚ましく、重武装重装甲を誇る車両が各国で誕生しています。ただしそれらの戦車が無敵だったかというと、少々事情が異なるでしょうか。強力な戦車に対抗するべく多くの対戦車兵器が開発されているのです。今回はその中からベスト5を選び、どんな風にすごかったのか詳しくご紹介していきましょう。第5位、バネで弾頭を発射する奇抜すぎる対戦車兵器、イギリス陸軍ピアット。第二次世界大戦中、歩兵用対戦車兵器としてスタンダードだったのはロケット推進式、もしくは発射用作薬を用いる方式でした。ところが英陸軍が正式化したピアットは、そのいずれにも属さず奇抜な発射装置を持つ兵器だったのです。もともと英軍は対戦車戦闘をさほど重視しておらず、それは対戦が始まっても変わることはありませんでした。しかし北アフリカ戦線で遭遇したドイツ軍戦車は想像以上に頑強であり、従来の対戦車兵器では対抗できないと悟ったのです。そこで通称チャーチルのおもちゃ屋に属するジェフリーズ少佐によって新たに開発されたのがピアットでした。約 1.1 キロの成型策略弾を打ち出すピアットの特徴は、なんといっても発射方法の奇抜さでしょう。実は策略部を叩くために巨大なバネを用いたのです。まず弾頭を装填する際、ピアット本体を垂直に立ててバネを圧縮し、しかる後に弾頭を装填して発射します。すると発射時の反動によってバネは反発し、自動的にコックされる構造になっていました。また他の対戦車兵器とは違い、発射塔の末端が閉塞されているためバックブラストが発生しません。つまり室内や狭い環境でも安全に使用が可能だったのです。もちろん対戦車兵器としての攻撃力も高く、有効射程100メートルでの装甲貫徹力は最大100ミリとされ、理論上はほぼ全てのドイツ軍戦車を撃破できました。ただし問題がなかったわけではありません。まずバネがかなり硬く、背筋をちがえたり手のひらを痛めたりすることが多かったそうです。そのため背が168センチ以下の兵士はバネの身長範囲と同等のため注意せよとの通達があったのだとか。なんとかバネを押し下げてカチッとロックされると、どの兵士もほっとした表情を浮かべたといいます。もしバネの身長が甘かったり足の踏ん張りを間違えると、たちまち跳ね飛ばされることになるでしょう。また命中精度も決して高いとは言えません。何せバネで飛ばすわけですから、発射速度は遅く、弾頭は放物線を描いて飛んでいきます。どんなに慣れた兵士でも6割程度しか命中しなかったそうです。とはいえ実戦では多くの敵戦車を撃破し、その有用性が証明されました。また製造コストが安かったことで大量に生産され、各部隊へ配備されていきました。こうしてピアットは英軍兵士にとって頼れる守り神となったのです。第4位、現在も運用されている対戦車兵器の代名詞、アメリカ陸軍バズーカ。バズーカ、この名を知らない人はおそらくいないでしょう。それほど有名な対戦車兵器だったからです。もともと米陸軍ではライフル銃で弾頭を投擲するグレネード M9 を正式兵器としていました。これはモンロー・ノイマン効果を応用したもので、弾頭が命中すると集中的に衝撃波が発生し、ジェット噴流によって装甲を先行する仕組みとなっています。
歩兵用対戦車兵器の場合、おおむねこの方法が採用されていました。ただし、グレネード M9 の場合、弾頭そのものに推進力はなく、ライフル銃の発砲で投擲するため、速度不足による貫徹力の低下と投擲距離の短さが問題視されたようです。そこで陸軍兵器科のユール中尉とスキナー大佐が共同で研究にあたり、成型作薬弾頭を備えるロケット弾の発射装置を開発しました。推進力を持つロケット弾であれば発射速度は増し、射程距離もずっと長くなります。しかもロケット弾ですと手間がかかりません。発射筒本体は薄い鉄製のパイプですから、軽量そのもの、兵士が一人で持ち運ぶこともできました。またロケット弾にはフィンがついており、弾道を安定させることで命中率が向上しています。こうして1942年6月に正式化されたロケットランチャーは M1 と命名されて量産が開始されました。ちなみにバズーカというのは正式名称ではありません。当時人気だった音楽コメディアンのボブ・バーンズが自作した金管楽器がバズーカと名付けられており、これに似ていることから愛称となったようです。さて、バズーカの運用は簡単そのものでした。射手と弾薬手の2人でチームが編成され、弾薬手は予備のロケット弾の運搬や護衛、監視任務が主な仕事となります。またバズーカは取り扱いが簡単だったことで、一般の兵士が扱うことも少なくなかったとか。もちろん兵器としても優秀でした。およそ100メートルの距離で75から80ミリの装甲を貫通することができ、多くのドイツ戦車を撃破したといいます。しかし欠点がないわけではありません。実はバズーカの発射時、後方へ炎と猛煙をすさまじい勢いで吹き出すため、背後が遮蔽された空間では使用できませんでした。もし無理に発射しようものなら、吹き返しを受けた射手や弾薬手が重度の火傷を負うこともあったようです。とはいえ、遮蔽物がない戦場で敵戦車を待ち受けるには危険が伴います。バズーカチームは最良の射点を見つけると、敵戦車がやってくるまで辛抱強く待ち続けました。さて、大戦末期になるとドイツ戦車の装甲はますます強化されていき、従来のバズーカでは効果不十分と判断されています。そこで口径を拡大したスーパーバズーカ M20 が開発されました。しかし、ほどなく戦争が終わったことで量産は見送られたといいます。その後、再び M20 に注目が集まりました。なぜなら朝鮮戦争の際、北朝鮮軍が繰り出す T-34 戦車にバズーカが全く歯が立たず、歩兵部隊が苦戦に陥ったからです。急遽量産が決定された M20 は戦地へ送られ、多くのソ連製戦車を撃破しました。そして現在、第一線を離れはしたものの、第二戦級装備もしくは予備兵器として運用され続けているのです。第3位、あらゆる戦車を撃破可能だった国民的兵器、ドイツ陸軍パンツァーファウスト。枢軸国と連合国の攻守が入れ替わりつつあった1942年10月、ドイツ陸軍は新たな対戦車兵器の開発を各メーカーに命じました。すでにドイツ国内では兵器を生産するだけの資源が不足しつつあり、なるべくコストが安く簡便な兵器が求められていたのです。そんなドイツ陸軍の要望に応えたのがフーゴ・シュナイダー社でした。そして1943年3月に最初の試作品が完成。この兵器はパンツァーファウストと名付けられます。つまり戦車の装甲を殴りつける拳という意味ですね。ちなみにパンツァーファウストの構造は至って簡単です。鉄製の発射筒に黒色火薬が充填されており、筒の先端には大きな成型作薬弾頭を装備していました。
そして激発装置にあるレバーを押すとスプリング状の撃鉄が作動して欄干を叩き黒色火薬に点火。その爆発力で弾頭を打ち出す仕組みになっています。弾頭の重量は軽くて3キロ程度、射程は100メートルほどですが、厚さ200ミリの装甲板を貫徹する性能を持っていました。つまりほぼ全ての連合軍戦車を撃破可能だったのです。ただし注意すべきこともあります。発射時の噴流ガスが2メートルに及ぶため、後方が空いた空間でなければ使用できません。つまり狭い陣地では発射できなかったのです。また簡単な照準器しかついていなかったこともあり、命中精度もさほど期待できませんでした。このような問題がありながらも、パンツァーファウストは簡便な生産性から大量に製造され、あらゆる戦場へ供給されていきます。また戦局の悪化に伴って数を減らしていくドイツ戦車に代わり、この兵器が連合軍戦車にとって大きな脅威となりました。そこで戦車を前に出すのではなく、歩兵を先に行かせてドイツ兵を掃討するという対策をとっています。パンツァーファウストはドイツの敗戦まで使用され続け、正規兵だけでなくユーゲントや国民突撃兵にも供給されました。扱いが簡単だったことで、訓練を積んでいないものでも戦果を上げられたといいますから、まさに国民的兵器と呼んでも差し支えないでしょう。ちなみに多大な戦果を上げたこの兵器は、戦後になっても対戦車兵器として発展を遂げ、パンツァーファウスト3として現在も運用されているのです。第2位、圧倒的な破壊力を持つ傑作野砲、ソ連軍 A19-122mm 野砲。第二次世界大戦の全期間を通じて、ソ連軍では歩兵用対戦車兵器がさほど発達しませんでした。ただし豊富な数を誇る戦車や火砲を備えることで、強力なドイツ戦車に対抗しています。A19-122mm 野砲は1937年に正式化された野砲で、カノン砲のカテゴリーに属します。カノン砲というのは遠距離から大口径砲弾を発射できる火砲のことで、どちらかといえば敵陣地の制圧やトーチカなどの破壊に向いていました。ところが A19 の場合、発射速度こそ遅かったものの、鉄鋼弾を使用することで優秀な貫徹能力を誇ったといいます。普通高初速の対戦車砲に比べるとカノン砲の貫徹能力は落ちるものですが、 A19 は大口径兵弾の弾量効果を生かすことでデメリットをカバーしていました。ちなみに装甲板に対する貫徹力は、距離500メートルで152ミリ、1000メートルで142ミリ、2000メートルで122ミリとなっており、遠距離であってもあらゆる戦車を撃破することが可能となっています。また榴弾を使用すれば対歩兵戦闘でも威力を発揮し、独ソ戦を通じて欠かせない存在となりました。 A19 の素晴らしい能力はソ連軍上層部からも高い評価を得ており、タンクキラーとして恐れられた自走砲 ISU-122 にも搭載されています。さらに A19 をベースとして改良された D25T は、最強の呼び声高いスターリン重戦車の戦車砲として採用されました。そんな高いポテンシャルを持つ A19 こそ第二次世界大戦最強の対戦車兵器だと主張する歴史研究家も少なくないそうです。第1位、対戦車戦闘で優れたレスポンスを発揮した高射砲、ドイツ陸軍 88mm 高射砲フラック。第一次世界大戦以降、航空機の発達によって空からの脅威が危惧される中、ドイツ軍も対空兵器の拡充に努めています。とりわけ射程の長い高射砲の開発が進められました。
当時スウェーデンのボフォース社が製造する 75mm 高射砲が存在していましたが、ドイツのクルップ社がこれに改造を加え、口径 88mm の高射砲フラッグ18として完成させています。これは毎分10から15発という高射速度と優れた弾道特性から、当初は対空砲として開発されましたが、その高い初速と貫徹力の高さによって水平射撃に対応できるよう改良が加えられました。ちなみに距離2000メートルから70ミリの傾斜装甲を撃ち抜けたといいますから、1928年の時点では最強の対戦車砲だったと言えるでしょう。さらに1936年にはクルップ社がスペイン内戦での実戦経験をもとにフラッグ36を開発し、続いて改良型となるフラッグ37が登場しています。1940年のフランス侵攻戦では第7装甲師団を率いたロンメル少将がフラッグを駆使して多くの敵戦車を撃退。さらに1941年6月、ロンメルが北アフリカの要衝トブルクを包囲した際、多数のマチルダ2歩兵戦車の攻撃を受けました。このイギリスが誇る戦車の装甲は非常に厚く、これまで撃ち抜かれたことがなかったといいます。しかしドイツ軍が装備するフラッグだけは違いました。およそ1000メートルの距離からまるでブリキのように貫通したのです。たった9機のフラッグで90両以上の戦車が撃破されたといいますから、きっとイギリス軍も驚愕したことでしょう。一方ドイツ軍将兵たちはフラッグのことをアハトアハトと呼び、熱い信頼を寄せました。これはドイツ語で88を意味します。さてフラッグはその優秀さから発展型が生まれました。それが車載用に設計し直された88ミリ戦車砲です。これはティーガー1やフェルナンドといった重戦車に搭載され、連合軍から大いに恐れられました。さらに大戦後半には対戦車砲に特化したフラッグ41、フラッグ43なども開発されています。その貫徹力は先ほどご紹介した A19 と同程度とされ、フラッグの方がコストパフォーマンスに優れ発展性も高かったため、最強の対戦車砲と呼ぶ指揮者も多いのだとか。さて大戦末期にはフラッグの究極形が登場しています。それは128ミリフラッグ40を連想にしたツビリングと呼ばれる固定式高射砲でした。ベルリンをはじめとする都市で高射砲塔に据え付けられ、接近してくるソ連機を撃ち落としたり、迫ってくるソ連戦車に砲撃を加えたといいます。終戦のその日までフラッグは敵に恐怖を与え続けたと言えるでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。